何これ。刹那だよ刹那。その一瞬一瞬に全てをかけ真剣に生きるという男らしいことの中でも最上級に位置する言葉だ。そうかな。男に戻るとか運命とかは関係ねえんだよ。今女の子のメグは浴衣を着て夏祭りを楽しむべきなんだ。その一瞬に生きる、それが男ってもんだ。それがお前と浴衣を着てお祭りに行く理由になるのか。ほんとしつこいなお前。諦めろよ、男に戻るって言ってんだろ。しつこいって言われても諦めないもん。絶対と言ったはず。俺の絶対はかなりすごい絶対なのだ。俺は絶対君を幸せにするのだ。今帰ってくれたら幸せだな。わかった。ラララララララ。楽しい気分でいるとこで喧嘩とかしてぶち壊しにするやつ大嫌いなんだ。うんうん、わかるよ、最低だよね。ちゅうか俺が今喧嘩なんかすると思うかな。俺は今宝くじに当たった人より幸せだ。ハートフル現像だ。あ、金魚すくいだ。ねえ聞いてるかな。いいじゃん。なんだあのほうきは。こんな3人も連れやがって。バシリじゃねえの。喧嘩すんなよ絶対。うん、メグちゃん大丈夫なんじゃない。金輪際しそうにないよ。そうかな、アホなんだぞ。念には念をだ。おお、メグヨーヨー取ってやろうか。なんだ、上手上手、取りまくり。本当か。よし行け、よし取れ。何、ヨーヨー取るんだって。両手で持てないほど取れよ。いいかメグ、これはないかに紙のとこに水をつけないかなんだ。うん、音楽はいいから早く取れ。大切なのは制限時間がないってことだ。たっぷりと時間はある。焦らずじっくり獲物を選ぶんだ。うわ、見たこともないような真剣な顔だ。よし、今だ。やり。おっちゃん、取りにくいのばっかりじゃねえかよ。ペコでカバーしな。はへ。ああ、落ちた。ダッセ。あー、枯らしつけすぎちゃった。メグちゃんって。やめとけよ、でかいしめちゃめちゃ強そうじゃん。なに、大したことねえよ、笑ってごまかしやがって。
ああいうダッセえ奴は女なんか連れて歩いちゃダメなんだよ。いってえ、どこ見て歩いてんだタイク。ごめんね。え、ダセえやつ。うわっ、違う、誰だこれ。もうネギちゃんたら。ごめんね、でもちょっと面白かったでしょ。まだドキドキしてる。俺絶対喧嘩しないよ。そうだぞ、女の子連れなんだからな。うん。うわ、ピヨコだ。かわいい。ねえ、ふわふわしてるよ。ああ、いや俺調理はちょっとふんするし。なんだお前、ピヨコの可愛さがわからんのか。ピーピーでふわふわで黄色いんだぞ。金魚すくいね、うなぎも入ってるわ。うぞー、すけー。ねえおじさん、このひよこ弱ってるよ。餌とかやってる？てめえらがいじくるからだよ。買わねえならうすね。ああ、おい、何やってんだよ。ん、うるせえな。てめえも普段焼き鳥をうまいうまいと食って喜んでんだろうが。いいこぶってんじゃねえよ。かな。どうもこうもねえよ。いきなり殴りかかってきたんだよ。何やってんのよ、あんなの野放しにしてさ。早く捕まえてくれよな。違うよお兄ちゃんは、ひよこ、ひよこを助けて。まったくもう。行こうめぐちゃん、あいつはほっとこう。あれじゃもうこっちへ来られないよ。どうしようもないやつなんだから。すげえ、さすが神社の水、生き返ったか。絶対死んだと思ったのによ。俺絶対喧嘩しないよ。そうだぞ、女の子連れなんだからな。絶対絶対って言っちゃったんだよね。はあ、お、言ったろ、絶対なんかないって。そろそろ目を覚ませよ。ある、あるよ、俺にはある。うりょりょ、お前絶対喧嘩しないって言ってなかったか。喧嘩じゃないもん、強盗だもん。それでいいのか。それはお前の男の性でもよしなのか。よし。じゃあこれで共犯だ。共犯？つらかるぜ。いく。共犯。あ、いい。現像、伏せろ、下がれ、隠れろ、早くしろっつーの。なんか変な音しなかった？
気のせいか。いって、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 ひどいな、相棒。下駄で蹴り入れなくてもいいじゃん。家に帰るまでの辛抱だ。我慢しなよ。よし、逃げるぞ。え？今だ、行ける。警察に追われるような悪いことしたことないんだろうな。あ、メグ、ねえメグ、もうきっと平気だよ。メ、静かに。うわっ、うわっ。よし、もう行ったぞ。もう、うん、いや、そんな変装じゃすぐバレるぞ。バナナつけて歩くやつがいるか。いや、あのさ、もう大丈夫だよ。メグのおかげで助かったよ。俺なんかもう警察探してねえと思うよ。普通に帰ろう。何、蜂蜜甘いこと言ってんだ。え、日本の警察舐めたらいかんだろう。は、大体お前特徴ありすぎ。あ、悪いことばっかりやってたんだろう。少年院に入れられちゃうぞ。ああ、任せろ。俺がうまいこと逃がしてやるよ。共犯だしな。ああ、共犯。メグ、嬉しいけどこれは共犯じゃない。これは俺一人でやったことだよ。絶対に共犯なんて言っちゃダメだよ。め、メグ、どこ。早く来い、こっちは平気だ。ちょっと人の話聞いてよ。いいとこだったのよ。なーに、混んでるのね。進まないじゃない。は、申し訳ありません。お祭りのようです。うーん、面白そうね。ちょっと降りるわ。え、恵子様。駅の反対で待ってなさい。待ってください、恵子様。ジロー、無駄遣いすんじゃねえぞ。わかってるよ。ほら、あの男。おい、ごま、いや、うおー、あ、たたたたたたた、あ、だ、大丈夫。私に乗っかった男。どけどけ、道上げろ。かっこ悪い、何やってんだ兄貴。おれおれ、道上げろ。藤木一郎、そうやってあなたのような人は時代に翻弄されて生きるのね。あなたと私のレールが交差することは二度とないわ。普通。気をつけてね。おい、早くしろ、一文字。遅れるぞ。はい。この私に気づかないなんてね。でもまあ、ちょっといいわ、使える男。そう、優れた者には相応の幸運がついてくるものよ。頼まれなくても助けが現れるのよ。
わからないでしょうね、藤木一郎くん。兄ちゃん。昔は良かった。男女がイチャついてるだけで歩道できた。でもショートフックレバーにねじり込んでやれる。膝も有効に使える。わかるな、膝だぞ。どこに入るかわかるよな。ああ言ったな。え、いや、まだ。お前な、ねじ込むぞ。いや、あれ見てる。ありゃりゃ、満面の笑顔だ。でもあんまり素敵な笑顔じゃないな。何言ってんのお前。知り合いに見られてます。嫌な予感が。お熱いわね、天塚さん。そう、二人は恋人だったのね。お似合いね。恋人？お似合い？結婚できる。やった。タラララタラララタラララ ラ, ラ恋人居合い、意味わかんない。タラララ。女の子はそんな面白い顔してはダメよ。違う。ちょっと会いたくない人が通って隠れていただけだ。あら、心のない人ね。そんなにはっきりと。かわいそうよ、男の子が。女なら男心分かってあげなさい。まあ何でもいいのよ。別にこの件をネットで流すとかマスコミにリークしたりして全世界公認カップルにするとか、そんな気はないの。おかげで面白いゲームを思いついたわ。もう謝っちゃおうかな。こう思わない？女の能力を推し量る術は逆にどんな男を引きつけ選ぶかってこと。あなたはそんなの。これのどこが悪い？メグ。あら、やっぱり付き合ってるのね。付き合ってなんかないよ。誰がこんなのと。冗談じゃないよ。こんなのって言ってるし。そうね、そのゲーム名付けて大和なでしこ杯なんてどうかしら。楽しみですこと。なんだ大和なでしこ杯って。なんだ。楽しいお祭りだったのに途中まで。なわけなんだよ。参っちゃったよミキ。そんなことがあったのね。それは心細かったね。うんうん。でももしかして。うん、なんでもない。できるだけ早く帰るわね。うん、待ってる。じゃ。やあ、君の名前はピーちゃん。多分日本で一番多い鳥さんの名前だよ。はい、来ました。え？誰が？それ、その人、今心にふとよぎったその方が参りました。大和なでしこ杯。
は本気です。あれをご覧ください。田中家は招待した某国の要人が突然花火が見たいと言い出した際、当日予約でいっぱいだったホテルをホテルごと買い取り、特等席を用意し、お客様の心を完全にゲットしたといいます。その時に札束詰め込んで乗りつけたのがあの車。ねえ、なんて車だ。金だ、ピカピカだ。頼子も一度だけ乗ってみたいわ。人々にどんな目で見られるかしら。ああ、廊下が長く感じる。なんだか胸が苦しい。まあ、下着のサイズ変えなくては。そんなこと言ってる場合じゃないよ。さすがのあなたもちょっとビビっちゃう人物だよ、きっと。できましたよ、女勝負の企画書が。さあ覚悟はよくって。何？男女ペアでアクシデントを乗り越えゴールを目指すって、男とペアって誰とだ？それがあのヨリコがくじ引きにしちゃったのよ。うわぁ、なんだあれ。もみあげに腕毛に胸毛、やめて、許して。頼む、現像、藤木、安田、小林なら誰でもいい。次回大和なでしこ杯1、運命のパートナーは誰だ？藤木、鷹を見る。なんで私がこんなチョボを。チョボって誰だ？